はい、意識 t v の意識です。こんばんは。2021年10じゃなくて、9月15日の動画2期となります。はい、9月残り半分です。えっと、今日はですね、あの、うしいことがありました。はい、えー。まず1個目として、えっと、夜なんですけども、カフェで、えー、いつも通り作業してました。はい、えー。でですね、あの、今日は1階で、2階まであるんですけど、今日は1階で、えー、午後は作業して、もうね、えっと、クーラーがね、効いてるんですけども、 あの何、ー、だろうそのー昼の温度セットのままでずっと,、えー、とそのクーラーね、えー、やってるのでもうねその夜になればなるほどもうね寒いんですよね、えー、お店の中がはいで1階は特に、ね、寒いあの2階はね、えーとまあ、全然ねいいんですけども1階はね特にもう寒くてですね僕が今日座ってたところも、えー、柱にね電柱の柱に 電柱というか柱にえっと充電できるところはねコンセントあるんですけどもそこがね一番本当に一回で寒いところでもうもうね限界だということで途中でね残りまあ30分ぐらいえはえと外のテラスの方行ってやりましたけども本当それぐらいえ耐えられないぐらい外の方があったかいっていうぐらいね寒い店内でしたけどもその席でねまあ 今日はね、えー、まあ、午前中もいつも通り行ってたんで、あのー、午後はおかわりコーヒーで200円でいただきました。で、その後ちょっとやっぱりね、5時過ぎと5時半とかになると、僕はいつもどうしてもね、お腹が空いてきちゃって、あと、ね、1、2時間踏ん張って仕事頑張ろうっていう時はやっぱりね、えー、ミルクド・オフランス、えー、これがね、食べたくなるんですね。はい、330で最近ちょっと えー、値上がりしちゃったんですけどもその,その分ボリュームもアップしてミルクの中に入っているミルクの量もね増えて、えー、美味しくなったというミルクドーフランス、えー、おすすめです、えー、これをね毎回食べてしまいますはいでそれを食べて、えー、と一口サイズに切ってもらってで持ってきてくれたんですけど店員さんが席まで,、はい、でその時にその,、まあ、その店員さんもいつもね顔を僕は毎日行ってるんでその店員さんも毎日いるんでえー、まああんまり話したことないんですけどまあ挨拶制度で 今日、あのー、あちらの方からえっとちょっとだけ、えっとまあ、喋りかけてくれて、すごく嬉しかったです。はいで、まあ、喋りかけてくれた内容としては、まあリベンジャーズですね。はい。東京リベンジャーズ。はい。今、あの日本中を席巻している、あの、東京マンジリベンジャーズ。マンジって読まないらしいですけど。はい。 『リベンジャーズ』について話しかけてくれました。はいえー、先日、そうです、ね、日曜日土日かな、えー、どっちかに、えー、と1回でクリームソーダを、ね、飲みながら僕が、ね『東京リベンジャーズ』の8、9、10巻を、ね、読んでいました、はい。それを多分見ていたんでしょうね。で今日はそれ,でそれについて話しかけてくれました。はいであのー 前、東京リベンジャーズ読まれてましたよねっていう感じで話しかけてくれて、あ、読んでましたみたいな、どこまで読みましたって聞かれてあ、全部読みましたって言って、えー、もうすぐあの新刊、最新刊発売しますよって言って、あ来今,今週ですねみたいな話で、ちょっとだけ、それだけ話しました。はい、そんな感じで、ちょっとね、えー、その店員さんとは、えー、少し、ね、距離が縮まって嬉しかったなっていう話でした。はい えー、そんな感じで店長とは、ね、本当に、ねえー、気軽に、ね、キャッチボールできるそういうあ仲なんですけども他の店員さんに関しては前は、ねえー、と男性のスタッフさんで2人、えー、本当にずっともう10分とか30分とかぐらい喋れるぐらい、えー、打ち解けている、えー、店員さんがいたんですけどその人2人は、ね、どっちも、えー、やめたりしちゃったんで、えー、ほとんどそういう店長さん以外でいないんですねその喋れる人が。 もちろん毎日、僕は行ってる試合、店員さんも毎日働いてるので、えー、毎日顔合わせてるので、まあ、えっ、ー、と、まあ、別になんか気まずいとかでは全くないんですけども、あでもなかなかしゃべることはないので、えー、そうやってね、ちょっと徐々に徐々にこうね、ね、話せる気軽に、えー、たわいもない話をできる関係に、どんどんね、みんなとなっていけたらなと思っております。 え僕はまあ自分から多分ね、えー、店長さん以外は多分話しかけることは多分ないと思うんですけども、えー、もし話しかけてくれるのであれば、ね、もう全然僕は手を止めて、ねえー、話すので、よろしくお願いします。はいえー、で、でっともう1個がですね、あのーまあ、続きって東京リベンジャーズの話なんですけども、 えっとですね、まあ仕事の方でもちょっと名言、東京リベンジャーズのキャラごとの名言とかをちょっと調べてたりとか、えー、記事作るためにですねして、してました、今日は。はい、それで、あのー、キャラ名プラス名言、例えばですね、今日、立花直人名言っていうね、検索するとですね、1ページ目に出てくるのがですね、これなんですよね、1ページ目の1位、1現在、表示順位1位になっているのが、この なんかよくわかんないこの掲示板みたいな、えー、まとめサイト、本当にもう名言、セリフ一つしかピックアップしてないけど、1ページ目で1位になってるんですね、この記事が。まあもちろん、えー、ということはね、難易度もめちゃくちゃ、1を取る難易度もめっちゃ低くて、上位を取る難易度も低くて、検、え、索、ー、ボリュームも、ね、めちゃくちゃ、月間の検索ボリュームもめちゃくちゃ少ないってことはわかるんですけども、でもこれを見て僕はね、やっぱり、あのー、自分の、えっ、ー、とー、働いてる方の、 えー、働かせてもらってる方のメディアではこういうのはできないんですけども自分のブログの方ではちょっともうこのね、えー、名言の名言とかねそのキャラクターのセリフ特徴的なセリフ印象的なセリフをもうひたすら羅列するっていう、えー、そして、えー、と大事なのは、えー、とそ,れそのセリフが、えー、単行本何巻の何話、えー、に書いてあった言葉なのかっていうのをちゃんと記載してあとはですねアニメ版でもね今アニメ リベンジャーズやってるんですけどアニメ版では何バーでしたかっていうのをそれもかけてたねベストとベーターということで、えー、ちょっとねこれ残り15日で僕のブログの方でひたすらね、えー、やっていきたいと思いますはいで主要なキャラクターがねえー、っとまあ今日ざっと調べた感じだと、まあ、20人ぐらい18人ぐらいいたのでそれは必ず抑えつつ、えー、さらにね細かい、あのー、そんなにめちゃくちゃ目立ってるわけじゃないけど、えー、普通に名前とかも出てるよねっていうキャラクターの 印象的だったセリフとかもね、えー、そんなに30個とかあるわけじゃないと思うんですけども、えー、記載してどん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 その名言まとめ記事をね、えー、久しぶりに作っていきたいと思いますはいとりあえずラレ列して、えー、と見出しつけて、えー、関数和数つけて、えー、公開してでその後からね、えー、と様子見てちょっとなんだろうなそのキャラクターの簡易的なプロフィールとか、えー、その名言の、えー、どんなシーンで 出たセリフなのかの解説だったりとかあのその前後のセリフとかね、えー、そういう考察とかその,そのキャラクターがそのセリフ言った時の、えー、気持ちとかそんな感じの、えー、こととかをねちょっと付け加えて書いていきたいと思いますだからとりあえずはちょっとね、えー、名言とか印象に残ったセリフをちょっとね夜、えー、の時間を使ってね二三時間使って寝るまでに、えー、ひたすらちょっと今日は えー、どん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 羅列していこうかなと思いますそんな感じでちょっと新しいブログの方が、えー、スタート切れるかなっていう感じですごく嬉しかったですはいあと最後にあのー、昨日の動画で、えー、タイトル通りですねあのえっ、ー、と育ちがいい人だけが知っている、えー、ことみたいな、えー、タイトルの本、えー、の内容を紹介してる中田あっちゃんのね えー、厚彦さんのの大学の動画の話をしましまた昨日ははい、えー、その中でですねえっと昨日は復習するとえっとまあハプニングがブワーって起きた時に、えー、大丈夫っていう、えー、騒ぎ立てるんじゃなくて落ち着いてそこは、えー、大丈夫だよとか大丈夫ですよ大丈夫ですっていう感じで、えー、落ち着いていってあげるとこれだけで育ちがいい人になれますよっていう話をしたんですけども、えー、もう一個ねちょっと 今日思い出したその中で、えっ、ー、と、おこと、まあお、おをつけるっていうやつですね。はい。で、まあ一般的には、まあ普通にお箸とか、えー、お米とか、うん、なんだろうな、えー、おそばとか、えー、こういうのね、まあ、まあみんな、なんだろうな、普通に、普通におをつけてると思うんですけども、日常的に。で、この中でさらにね、こう、上級者になるためには、えー、うどんと味噌、えー えー、これに、ね、をつけるという話を中田ちゃんはししてましたははいこれはね確かにこれをやってる人はなかなかいないので、えー、すごいですねこれ使うとだから「お」<laughs> あとね、えー、と差し支えなければとかえっ、ー、とし差し支えなければ、えー、という言葉があるんですけどもそれも「王をつけると、えー、するともうさらにもう えー、上級者になれるということで言ってましたんで僕もそういう時があればねちょっと使ってみたいと思うす今日もね確か仕事の連絡でちょっと一回ね確か使いましたお刺し使えなければっていうことは、えー、早速実践できるので本当に中田っちゃんの動画おすすめですはいでなのであの中田っちゃんも動画で例文として出したんですけども、えー、お刺し使えなければ、えー、おうどんにお味噌を入れていただけないでしょうかみたいなそういう感じのもう 大言葉をね、もうひたすらもうつなげて言うとっていう感じで言ってたんで、えー、面白いなと思いました。そんな感じで、えー、またあっちゃんの話もし,してしまいましたんですけども、本当に昨日、あの後、あのー、有言実行しました。あのー、中田あっちゃんのチャンネル以外はほとんど、もう、えー、ほとんどね、えー、登録外して、えー、ました。はい。あのー、そんな感じで、終、え、始、ー、選択というか。 見るべきものを絞ってね、えー、やっていこうと思いますそんな感じで皆さんも明日も木金まだあるんですけども仕事、えー、頑張っていきましょうバイバイ